こんにちは、インディーズの拓也です。先日三小本に、勉強会に行ったんですけど、その時に、いろんなショップのガイドさんたちが来て、みんなで三小本のガイドを改めて勉強しようという会だったんですが、その時に来てた、小関さんという方がですね、あるアプリを作ったということで、ちょっとそれをぜひ皆さんに紹介したいんですけど、これがですね、自分のダイビングスキルをこうチャートとして、どれぐらいの、ダイビングレベルがあるのかっていうのを可視化するアプリなんですけど、これがちょっとすごく面白いので、ぜひ皆さんにもやっていただきたいなと思いまして、ちょっとその画面の動画を撮りながら説明していきますね。ではどうぞ。トップはこんな感じ。海の写真はランダムに変わります。メイン画面がこんな感じ。分かりやすいですよね。まずは指導団体とランク、これを選んでいきます。網羅されてますね。とりあえず適当にアドバンスとしておきましょう。経験本数も入力できます。1本ずつのカウントもできますし、数字をタップすると手入力もできます。これも250本としておきますね。最終ダイブの日を入力します。はい。そしてそれぞれのセクションに回答をしていきましょう、基本スキルチェック。水面でフロート上げられますか、水中で上げられますかとか、スキル的なところがいろいろ書いてありますね。これに一つ一つできるところにチェックをしていきます。これもちょっとポンポンと、チェック入れていってみますね。上のポイントがどんどんアップしていって、はい、他のにも答えてみましょう。潜ったことのあるダイビングエリアですね。ふと、ボート、IOP、八幡の赤沢、東伊豆、これもポイントがどんどん上がっていく。はい、エアの消費のチェックですね。はい、答えていきます。もうなんからしくなってきましたね。結構面白かったのがダイビング知識ですね。ダイビングメーカー10社以上知ってますかとか、水中で自分のいる位置が分かりますかとか、そういうところにもチェックをしていくとチャートが出来上がっていきます。例えばこんな形のチャートに仕上がったダイバーは、ダイブ地の経験がもうちょっとあるといいかななんて、次の目標が見えてきますよね。というわけでいかがでしょうか。これがすごい面白いですね。皆さんの、ぜひこの皆さんの自分のダイビングレベルっていうのはどういう、どれぐらいのパラメータになるのか、ぜひやってみてください。これがこの本当にいいところはですね、ここができないっていうのが、すごくよくわかるので、ここのところにチェックを入れられるように、今日のダイビングはこれを練習しましょうとか、この経験を、プラスしていくためにここの、ポイントに潜りに行ってみましょうとか、次の目標がすごくわかりやすくなってくると思います。それ以外にもいろんなメリットあると思いますので、これを、使った、ダイビングのスキルアップっていうのを僕自身も使って、皆さんにこの提供できればなと思ってます。概要欄のリンクにですね、アプリのこの、取得できるページを載せておきますので、ぜひお時間があるときにやってみてください。ではまた。